山形など4つの県で開かれた全国高校総合体育大会が全ての競技を終えました。佐賀県勢は30競技におよそ500人が出場しました。このうち新体操男子団体で神崎清明高校が4年ぶりに日本一の座を奪還しました。昨年の大会で優勝競技のなかった佐賀県勢に2大会ぶりの金メダルをもたらしました。この他にもレスリング男子個人60キロ級で鳥栖工業高校の小芝良太選手が準優勝、柔道男子個人60キロ級で佐賀商業高校の豊島岳選手が銅メダルを獲得しました。陸上は女子1600メートルで佐賀北高校が5位、この種目では佐賀県勢初の入賞を果たしました。また昨年惜しくも入賞を逃した少林寺拳法は男子個人演武で4位入賞を果たすなど前進しました。体操女子団体は鳥栖高校が7位と健闘、新体操では佐賀女子高校が8位に順位を回復させました。佐賀県勢の8位以内は大きく落ち込んだ昨年の10種目から21種目に倍増しました。しかしメダル獲得数は3つにとどまっており、過去10年間で比較しても通常の水準に回復したにすぎません。6年後に迫った佐賀国体へ向け確実にステップアップを期待したいところです。